as called to die. Sodom crept out band to play. They've been going on out of style, but guaranteed red to smile. So made it this to you, the echo for all these years. Sergeant Sugi's only one club band. With Sergeant Sugi's only one club band, we hope you will enjoy the show. Sergeant Sugi's only lonely, long club band. Sit back and let the evening go. Sergeant Sugi's only, Sergeant Sugi's only, Sergeant Sugi's only one club band. It's wonderful to be here. It's such a lovely audience. We'd love to take you home with us. We'd love to take you home. I don't really want to stop the show. Any thoughts you might like to know? Any singer's gonna sing a song. Any want y'all to sing along? So let me introduce to you the Molly Lily Billy Shears, Sergeant Sugi's only one club band. ですね、もう一度。
今日、ですね、ここでライブやるってとてもタイムリーなんですが、ビートルズ10という、僕 の, ビートルズをこう弾き語らずですね、ギター一本でやってるアルバムが今日出ます。今まで、ナンバーワンにならなかった、ビートルズの曲を、その中の実曲をですね、その名曲をですね、集めてです。今日 CD になりました。じゃあその中からですね、とりあえず実曲だから全部やろうかと思います。この曲から
ムズさんですね。その前にやったそのミッシェルですけど、ミッシェルのイントロってご存知？これでね、このイントロでね、歌える曲が日本にもあるんですよ。一緒なんですね。その次も一緒。目隠しをさ、これも一緒なんですよ。これすごい。ビートルズが、この曲を作った、ポール・マッカートニーがこの曲を作る15年か20年ぐらい前にこの曲ができてるんですね。ポール・マッカートニーがパクったのかもしれません。コード進行ね、一緒なんですよ本当に。まあいいでしょう。さあ、それからですね、何やろうかな、じゃあ次はこの曲。
Across the Universe。サウンドステイツ第17回、2月、今月は、サージェントツゲイズオンリーワンクラブバンド、たった一人のビートルズ、ツゲイヌブタカのトークアンドライブをお送りしております。サージェントツゲイこと、ツゲイヌブタカさんの、素晴らしい演奏を聴いていただきますが、よろしかったでしょうか。それではここで、インタビューのコーナーを設けますので、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。素晴らしい演奏でしたけれども、はい、まず、杉井信孝さんといえば、センチメンタルシティロマンス。はい。名古屋で結成された、はい、バンド。そうですね。はい。まだやってますよ、証拠にもなく。なんとですね、1973年結成ということは、はい、今年40周年。そうです。今年40周年なんです。はい。で、アルバムも、はい、アルバムはね、はい、一昨年出したんで今年は出しませんが、今年はもうライブされるって感じですか。はい、はいはい。今年こう大きなライブとかっていうのは、大きなっていうのは別にね今のところないですけどね、はい、まだはっきりしないので、はい、一応計画はあるんですけどはっきりしないので、まあ、ここで言うことはやめときます。わかりました。はいはい。あとですね、今、演奏を聴いてきた方さんには皆さんにはお分かりかと思いますけれども、すべて、ギター一本でビートルズの楽曲を一人で奏でる、はいはい、そこがポイントっていうふうに言われておりますけれども、うん、どの辺が、ご本人としては、いや、要するに、はい、僕は中学高校大学とだいたいビートルズのコピーバンドを、はい、何年ぐらいだろう、あれ、まあ、10年近くやってきたわけですよ。はいはい。まあ、頭の中に自分のビートルズっていうか、まあ、聞いた通りのビートルズが入ってるわけですね。はい。で、それをギター1本で
そういうふうに聞こえるかどうかっていうのをやってるわけです。はい。で、まあ要するにコピーなんです。はい。ええ、要するに一人でコピーバンドをやってるっていう、はい、そういう感じですね。はい。一人で4人分やってらっしゃるっていうことです、ね。まあ4人分というか聞こえる分だけやってますね。はい。はい、あのベースラインとメロディーといっぺんに奏でて、ええ、場合によって歌も。だから4人分って言うとね、はい、本当は8人なんですよね。なるほど。なぜかっていうと歌があるからね、はい、あ、なるほど、うん、それもやってらっしゃるのでっていうことですね、ええ、でもギター1本で楽曲をすべてやって、それをこういろんなところのライブで、はいはい、やってらしていて、今日は、Ustream 配信も使って皆さんに聞いていただいてるっていう感じだと思います、はいはい、今回、それまでも、あ、喉を潤していただいて、はい、それまでも、自主制作では出されていたけれども、なんと今日は、ゾルメヒなんで2月の2日なんですが、はいはいはい、新しいアルバムが、うん、まさしく今ライブでやっている、うん、ザ・そうなんです、もうビートルズ10ですね、はい、果たしてどのぐらい売れますかね。あ、もう売れるんじゃないでしょうか、はい、というか、私自身もビートルズの曲は当然知ってるわけですけど、うん、ギターで聴いた時に本当にやっぱりみんないい曲ばっかりなんだなと。そうなんです、あの ねギターで弾くと余計分かる部分ってあるらしいですね。僕はよく分からないんですけど、はい、あ、いや、すごく、ええ、はい、なんかね、ほら歌、あの流れてるの聞くと、ビートルズ聞くと結局歌ばっかし入ってくるんでしょ。はい、そうです ね、はい、でベースが何やってるかとか、はい、裏にどんなあのそのフレーズをやってるとかって意外とね、はい、あの聞こえてこないのがギター1本でやると割とそれがねちゃんとわかるらしいですね。そうですね、ジョンのシャウトがとかそのポールの歌がっていうんじゃなくて、うんうん、その曲そのものの、その優れたところがそのまんまストレートに入ってくるっていうのをすごく、うん、みたいですね、聞いていて、はい、僕の頭の中ではそうじゃないんですよ。あ、もう初めから僕の頭の中ではジョンのシャウトと、はい、もうポールのシャウトもコーラスも、はい、頭の中で鳴っちゃってるので自分のギター弾きながら聴いてないようなもんかもしれない。ああ、じゃあもしかしたらご本人の中でみんなと違うものが聞こえてるかもしれない。そういうことです。わけですね。そういうことですね。あ、なるほど、多分ね、はい、あのビートルズをよく知ってる人はそういうふうに僕と同じように聞こえてるんだと思います、きっと。あ、なるほど、そういうことですか、このアルバムは、やっぱりどんな方に聞いていただきたいと、もちろんビートルズが好きな方にも嬉しいと思うんですけど、まあ、ビートルズ好きな人は、で特にビートルズのコピーなんかやった人は、はい、笑うと思います。いや、てかこうおおと思うと思うんですけど、お、こう来るか、笑っちゃうんですよ大体そうなんですか、そこまでやんなくてもアハハって、あ一人でそこまでやるかとか、そういう感じですよね。あ、なるほどなるほど、うん、で、まあ、ビートルズを知らない人は、はい、まあ、どういうんだろうな、あ、これもビートルズだったの、ね、っていう感じですよね、はい、結構そう思う方いらっしゃるんじゃないですかね、うん、聞いて、あ、これビートルズの曲だったのって思う人も結構、特にこのライナーノーツはピーター・バラカンさんが書いていらっしゃいますけど、はいはい、それを読むと、何ですかね、曲の良さがよくわかるっていうふうに書いてあるのと、うん、その後楽曲が良いので、あの選んだっていうふうに、うん、みんなに知ってほしい曲を選んだっていうふうに書かれてますよね、うんうん、はい、はい、まあこれはほらライナーズというよりは要するにあの対談ですもんね。対談ですね、はい、まあ、言いたいこと言って、はい、まあその場その場でこうこんなふうに思ったってことが書いてありますけどね、はい、じゃあもうお好きな曲をこうセレクトして実曲選んだっていう感じなんですか。好きな曲はみんな好きなんですよ。あ、もう全部好きなんですね。だからね、はい、これはたまたまこう実曲になって、はい、でなおかつナンバーワンになってない曲と。あ、なるほど。そういうことなんですね。いわゆるナンバーワンヒットじゃなくて、はい、ナンバーワンヒットじゃなくて皆さんが知ってそうで知ってない、知ってなさそうで知ってるって、はい、そのぐらいのこうちょっと微妙なところをちょっと集めてみました。はい、はい、まさしくその、あ、これビートルズだったのっていうふうに、ね、思うものかもしれないですね。はい、この発売を記念しまして、この番組見てらっしゃる方には、このアルバムをなんとですね3名の方にプレゼントするということになっております。はい、太っ腹ですね、3枚です。ということでこの番組の、今ご覧になっている方はですね、このアルバムが欲しいと、ツイートしてください、番組チェックしてツイートしてくださいね、抽選で3名の方に、このアルバムをプレゼントいたします。よろしくお願いします。うん、当たんなかった人は買ってくださいいや、私買おうと思いました今日ライブを聞いて、はい、
ありがとうございます。ぜひ聞かせていただきたいと思います、はいはい、それから、この番組はですね、毎月、その月が誕生月の方に、ゲストの方が、お誕生日のですね、曲をプレゼントするという、うん、名物コーナーがありますということで、今回ですね、つげいさんに、誕生日のプレゼントしていただける方、2月が誕生月の方、こちらはですね、先着1名様で、うん、自分の名前とか、お母さんの名前とかお友達とか恋人とか2月生まれだったなと思った方が、つぶやいていただくと、その最初の方に、プレゼントするということになっておりますので、つげいさんにはこの後、演奏していただく方の名前が、今から急いでツイートしていただくとあなたになるかもしれません。そちらの方もツイートお願いします。そうしましたら、この後演奏を続けていただければと思いますけれども、はい、この後も同じように、さっきと同じようにこうどん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 こう曲に入っている感じで、はいはい、ライブとともにトークも含めて進めていただける感じですよね。はい、はい、じゃあ、皆さん楽しみにしていただいていると思いますが、ちょっとじゃあ、私がこちらでお話ししている間にですね、はい、準備の方をしていただければと思いますので、はい、杉江さんの方は、準備の方に行っていただければと思います。はい、じゃあ、はい、さよなら、はい、よろしくお願いします。後半もよろしくお願いします。はい、つげいさんありがとうございました。後半の準備をしていただいている間、告知をもう一回繰り返します。なんといってもですね、2月2日、本日発売のアルバム The Beatles 10、こちらですね、3名様までプレゼントご用意しております。今番組をご覧になっている方は、番組にチェックインして、ツイートしてくださいからですね、まだまだ間に合います。お誕生日のツイートの方ですね、今月お誕生月の方のお名前をツイートしてください。はい、それでは、サウンドステイツ第17回、サージェント・ツゲイズ・オンリーワン・クラブバンド、たった一人のビートルズ、ツゲイ・ノブタカのトーク&ライブ、後半をお楽しみください。ちょっとチューニングを変えます。Thank you.
それでもう一個カポタストを使う曲なんですが、途中でですね半音上がる曲なんですね。途中で半音転調するんです、転調というか異調というか、でギターというもんですよね、半音っていうのものすごい面倒くさいんです。半音上がると例えば、この弾こうと思うともうものすごく大変なんで、もうわけのわからないぐらい大変な、一個余分に、いるわけですね。でそのためにこのカポタストっていうのがあるんですけど、で途中で半音上がるためにどうしたらいいかっていうことですね。弾けなくなります。弾けないことないんですけども大変なことになります。もうありとあらゆるあの腕の筋肉がつりそうになりますで考えたんですよ。何やったか分かりましたか途中でカポタスを取ったんですね、このカポタスはワンタッチで取れるんで、ただカポタスをはめるのはワンタッチでいきません。取るのはワンタッチ。ここに気がついたわけですね。これを気がつくまで2年かかりましたから。それまでこんなあのこれだからほとんどレパートリーにしてなかったんですね、大変なので、それであると気がついたわけですね。一音上がるということがあればギターはそんな難しくないんです。例えば、今これ全部開放弦というのを使います。これ全部使います。今度、A 一音上がると一
一つだけこれはちょっと使いませんが、あとほとんど使います。これを利用してですね、一音上げることにしたわけですね。でも今実際は半音しか上がってない。なぜかっていうと、初めに半音も上がってるから。初めに半音上がったところにカポを半音上がったところから半音下げて一音上げると、はい、これ計算が、算数ですね、プラス1から、0にして、2上げたっていう感じですね。そうするとプラス1と2の間には1しか違わないという、算数ですね。これね、気がつくまでにこんなことが気がつかないんですよ、人間って。面白い。半を上げるっていうことは、カポをつける、カポを付け替えて一つ上げる、こういうことしかね、気がつかないんですよ、普通人間。僕もそのうちの一人でしたが、何でもね、方法はあるもんです。さすがにレコーディングはですね、ここからやり直してつなぎました。いや、これ撮るときにね、ちょっと音がしたりなんかいろいろするので、まあそんな別にその音まで出す必要もないだろうということで、まあ今日はね、ここ下がですね、フレルトみたいなの貼ってあって、あんまり音しなかった。もう普段のライブハウスやっててカチンって音がしますからね、で大笑いになりますけどね。何起こったんだみたいなことになりますね。はい、なんか磯田さんっていうのと中野さんが2月2日の誕生日らしいです。中野って僕知ってる人だな、多分。うちのバンドの、ギタリスト、ビートボーカリスト、中野徳子って言いますが、彼が2月2日です。彼に誕生日プレゼントなんかしたことないですね。まあやりましょう。ビートルズ、バースデーって曲がありますね。ホワイトアルバムに入ってます。それを、まあ、どこまでできるか分かりませんが、やってみたいと思います。普通のハッピーバースデーというじゃ面白くないですもんね。やってみます。ワン、ツー、スリバースデーでした。磯
忙しい曲ですね。忙しい。はい。バードと曲ってやっぱすごい好きな人も多くて、特にギター弾く人は好きな人多いんですね。ブラックバードってこれ全部ギターの伴奏なんですね。こういう伴奏だけでちゃんと曲になってるんですね。これすごいんですね、この曲は。で、ブラックバード singing in the dead of night、これをやりながら歌うということがちょっと難しいのでですね、これをやるとみんなこう下り顔してこうどうですっていう感じでみんなで聴いてもらいたいっていう、そういうあのギタリストが多いわけですね。僕もそのうちの一人でしたけどね、ただこれをやりながらですね、これで本当メロディー弾けるんだろうかと、ギターの伴奏が出来上がりすぎてて、この間に伴奏を入れるのは結構難しいんですね。結構どころかもう何回も挫折しましたが、これやろうと思って、まあ、そういう楽曲でございます。じゃあもう一つちょっと、これはあの今あのこのビートルズ10の中でもですね、あんまり有名じゃないかもしれない曲なんですけど、渋い曲で、これは名曲ですね。でも、聞いてください。 For No One。
401、これで、9つやりましたね。もう1曲、あります。じゃあ最後の、このビートルズ10の中の最後ですね、When I'm 64。以上で10曲とりあえず、ビートルズ10の中、から10曲やってみました。全部やってみました。今日発売です。さあ、どのぐらい売れますかね。リクエスト申し上げてよろしいですか。あ、いいよ。アイソーバースタンディングゼア。あ、じゃあ忙しいのさ。じゃあそれ最後かな。そうでもない。まあいいや。では行きましょう。じゃあ「アソはスタンディングゼア」ってみんなご存知ですよね。じゃあまあ知らない人たちょっと「When she was just 17 You know what I mean And the way she looked Was way beyond compare How could I dance with another?When I saw her standing there。 こういう曲ですね。ポールが今ポールがやってるとこだけやってみました。ポールがこうベース、今こうこれベースなんですね。ベースを弾きながらリードボーカルを歌ってますね。じゃあこの曲をですね、今ポールだけでもこうめんどくさいです。結構忙しいです。じゃああと、あと3人を呼んでですね、一緒にやりたいと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。
じゃあもう一曲、またじゃあリクエストにしようか。リクエストないなら、最後にハートイズナイトにしましょう。ハートイズナイト。ありがとうございました。